さあやっていきましょう。ヤッピーサイコ、こちらのゲームはですね、なんとゲームの中でまで社畜を味わえてしまうというド M にはたまらないゲームということらしいんですけれど、果たしてこのゲームの中でこの主人公は生き抜くことができるんでしょうか。ニューゲームでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。やだな、血だけは見たくないな。なんで社畜なのに血を見るんだろう。あと大根ってことは自炊してるんだ。結構豆だね。お、通勤時間は比較的空いてるね。よかったね。ここは人が多すぎる。いや、全然満員電車こんなもんじゃないよ。手すりなんてつかめないし。ネクタイを締めるのは、あ、じゃ、新卒なんだ。大変だね。これから毎日この地獄が続くんだよ。本当だったんだ。大都会は人を生きたまま飲み込む場所だって。いや、だってさ、携帯とか見てるさ、隙間があるんだから全然余裕だよ。そして、この手紙。手紙？何？わ、採用通知。ずいぶんハイカラな採用通知。騙されていて全部嘘だったらどうしよう。電話で確認すればいいじゃん。でも本当かもしれない。手を挙げないと痴漢と間違われるよ。この手紙が本当なら、お、誰？ちょっと通話マナーモードにして。これが地獄への始まりだった。僕の初めての仕事だ。おー、どの系の仕事なんだろうね。わ、いきなりドットになったよ。こんなところでタバコを吸って、あ、ここ喫煙所なの？もしかしてエレベーターの前に喫煙所があるって嫌だね。ブラック企業感が漂ってるけど。ふう、やっと着いた。場所を間違えてないといいけれど、ここら辺をちょっと見回ってみよう。 WSAD 急に変な発音を言い出したんだけど、あ、これ移動か。 WSAD 急になんか記号を言い出してどうしたんだろう、この子と思ったけど、ブライアンってことは日本人じゃないんだね。顔は日系なのに。少し緊張気味だしさ、誰か話せる相手いないかな。いい。ところどころメタ発言入るのいいね。なんかすごいイライラしてるよ。こんにちは。お、あの、すいません。受注した支店が機能的にタスクを管理することは、発注した製品の純利益を直接比例する。なんかすごい予習してんのかな。この子もあれかね、あ、なんかその書き格好。その一文字ぐらい入れてよ。同期かな、もしかしたら。てんてんてん。あ、ダメだね。なんか集中しちゃってるね。これタバコ？アメちゃんかな？調べられない。お、サッシだ。階級のトップならデラックス国際奨学金で世界一の会社に就職しましょう。あ、もう転職のこと考えてんのかな。あー、なるほど。こんなとこに置いといて大丈夫かな。何も面白いものがない。ゴミ箱にあったら捨てないでしょ。面白いものは捨てないよ。あったとしても拾うなよ、お前。 RPG と勘違いしてんじゃねえよ。お、すごい。10階建て。ロビーが0階、1食堂、入会、IT& セキュリティ。す、すってない。おつぼねたちがたくさんいるのかな。オフィスで6階がない、吹き抜けになってるのかな。記録保管室に図書室。あー、図書室なんてあるなんて珍しい。8、庭。なんで屋上に作んなかったの、庭を。9階に会議室で、10、管理、屋上、マネジメントってことか。あー、なるほどね。10階建てなんだ。1階のフロアが狭くね、この隙間ってことだもんね。まあ、そんな大きな会社じゃないのかもしれない。ちょっとタバコ吸わないじゃん、そんなプカ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 。いや、僕はブライアン。 I am a ブライアン。はじめまして、ブライアン。チャップマンって言うんだ。へえ、かっこいいね。すまないが、僕は名字のチャップマンで呼んでくれないか。大企業は形式を尊重するのは分かってるよ。あ、なるほどね。そうだね。いきなりなんか下の名前言うのも慣れ慣れしいしね。ごめんね。あ、ごめん。じゃあパスターナックって言うね。ブライアンパスターナックっていうの、めちゃめちゃかっこいいじゃん。はじめまして、パスターナック。見たところ、君も今日が、あ、先輩とかじゃないんだ、あなた。結構老けてるね。逆か。海外の人から見たら日本人の方が老けてるか。幼く見えるもんね。まあ、落ち着け。緊張するのが普通だ。全然君は緊張してるように見えないけれど。そうだね。僕、手紙をもらって、ここに来たんだ。そうか。すまないが、君が入ってきてから、君のスーツが気になってしょうがない。何を着ているの？あの青山、洋服の青山が買ってきた。だ？うん。うん？スーツ、それは分かってるよ。ブランドとかじゃないから。いや、つまり、どこのデザイナー？誰が仕立てたんだ？あ、いや、分からない。なんか既製品でこれね、洗濯機でも洗えるやつなの。失礼だが、とても変わったスーツに見えて。どこで買ったのか覚えてないか。あのね、新宿の青い。多分母がスーパーマーケットで買ってきてたと思う。お母さんに買ってきてもらったの、この年で。お母さん子なんだ。スーパーマーケット。せいだか、君はどの階級とかあるの？平民です。G 階級。 G 階級。
君は A 段階が一番高いのかな。じゃあ S かな。てんてんてん、おこばかにしような顔してる。俺の前から消せろこの害虫が。なんでこの現代社会に階級なんて存在するの。 G 階級のクズが俺様に話しかけるだと。なぜだ、なぜ、なぜだ。同期なんだから優しくしてよ。うっせえろ、行け。で、まれ、お前のようなクソ野郎がどうしてこの会社、行けって言ったくせに喋らせるの。どこにいるのか分かってるのか。お前大企業って感じの風貌はしてないけど、こんな狭いしさ、汚いし。ここはシントラ社の本社なの。これで世界トップクラスの会社を生み出した神話の、いや伝説のビルだぞ。伝説ってまだ話は終わっていない。この会社は国際レベルで最も賢く優秀な人間しか採用しない。有名大学の生徒であっても成績が足りずに落とされ、一握りの生徒が合格する。経験豊かな候補者が、まあ、海外の大学って入るよりもね、出るのが難しいっていうからね、入るのは比較的簡単って聞くよね。いや、てんてんてん、てんてんてん、落ち着け、チャップマン、お前とは話していられない。うせろ、お前が呼び止めたくせに、この野郎。あれだ、勉強だけして地頭は悪いってやつだな。これはパンフレットだ。シントラ社は毎年発展途上区域の何百万もの人々を援助しています。持続性なくして成長はできません。ブラック企業のパンフレットにありがちな部分ですね。はい、だからこっちは空だね。あ、パンフレット、パンフレットだ。シントラ社は安心安定、公平な給料、そして何よりあなたの幸せを第一に。ってことは、働いて、頑張って働いても給料は上がらないってことだよね、逆に考えれば。考え、会社員に A 階級の市民権を提供します。ということは、会社員全員ってことは、入った瞬間に A 階級になるってこと。弊社は業界のトップで半世紀もの間あなたのために存在してきました。 A 階級は僕にとって夢みたいな話だ。そうやって甘い蜜で入らせて、入ってみたらうわーみたいなパターンがブラック企業だもんね。こっちの方がいいわ。ごわん G 階級がたくさんいた。うわっ、え、なんで、なんで生ゴミでも誰か捨てたの。普通毎日こういうところでゴミ捨てしてるんじゃないんですかね。ゴミ回収して、これはなんか封鎖されてるけど、なんか事件があったとか。開かない、相手も入っちゃダメだよ、封鎖してるんだから。どうすればいいんだろう。エレベーター、じゃあ上上がる。お、エレベーターを呼ぶボタンが機能している。だって非常階段封鎖されてるのに、どうやって上上がればいいの。じゃあ上にカメラが取り付けてある、誰かが監視しているのかな。てんてんてん、まあカメラ喋んないよね、そりゃ。うん、飽きそう。エレベーターを呼ぶボタンが機能してない、ダメだね。じゃあどうすればいいんだろう。外出ればいいのかな。あ、女の子がなんか、あ、こっちになんかゲロみたいなのがある、誰か吐いたのかな。調べられない、じゃあ帰る。手紙の意味が分かるまでは帰らない方がいい。あ、そっか、合格してるかどうかもまだ確認できてないってことなんだもんね。だから事前に電話しろよ。事前確認大事だぞ社会人。こんにちは、僕はブライアン。あ、ケイトちゃん、あ、可愛いじゃない。あら、気さくな人ね。私の名字はヒックス。でも、ケイトって呼んで、あ、下の名前で呼んでいいの？あ、そうだった。ごめん。まだ慣れてなくて、僕の名字はパスターナック。パンに塗ると美味しいよ。いいのよ、ケイトって呼んで。その方が自然だから。あなた、郊外出身？都会寄り、都会寄りで、都会寄りの郊外。うん。ゴキブリ階級。あの金髪の男にはもうあった。うん、あったあった。都会にはああいう傲慢な人たちがたくさんいるわ。あ、じゃあケイトちゃんはこう、あれなんだね、都会出身なんだね。ってことは君、あ、逆、首都出身じゃないの。え、仲間じゃん。私は E 階級。ああ、じゃあ近いね。でも父がここ、ここで就職したので家族の階級も上がったの。階級が上がって E 階級なの、それとも。でも A 階級になるって言ってたもんね。すごいや。で、君も採用されたからここにいるの。すごいね、家族揃って採用なんて。え、大学を卒業して6つの採用試験の合格。すごい、6つも泣いてもらってる。働くのが楽しみだ。その中で一番ここが上だったってことか。こんな小汚いのに。ここに採用されるのはすごく難しいよね。何千人も応募してたんだし、その中で3人だけ取ったってこと。え、すごい優秀な人が集まってるじゃない。ところで、私は非集計分析部門で働くんだけど、あなたの専門は？専門、何に学んでたんだ？理系っぽい顔してるからね。専門？当ててあげる。
コンピューター、あー、ぽいね、ぽいぽい。う、当たったの？すごいね。ん？さては、結合プログラム？まさか大学出てないとかないよね。待って待って、ネットワーク通信システム？縦型機材管理？構造データ微積分学？いや、僕はただ基礎学習をやっただけ。義務教育を受けただけってこと？え、高校も行ってないの君？あら。僕はなんでここにいるんだろう。 G 階級生まれの僕がこんな会社に採用されるなんて。あの手紙はきっと冗談か何かだったに違いない。宝くじ感覚だったんじゃないの。なんか一番運がいいやつみたいな、どっかの弾丸ロッパーみたいなめちゃめちゃ世界で一番運いいやつが採用されたとか。手紙見て。ん？ブライアン・パサナック、あなたはシントラ社の従業員として採用されました。これによりあなたのステータスは永遠に A 階級にアップグレードされます。これ永遠にってことは辞めてもってこと？じゃあ入社して1日で辞めりゃいいじゃん。その A 階級をさ、生かしてさ、資格を生かしていろんなところで働けるよ。もっともっといいところに。これが1週間前に家に届いたんだ。でもわからない。1週間前に。じゃあそれまで内定一つももらえなかったってことなの？あ、じゃあ就職浪人でもするつもりだったのかな。それで僕は今日ここに来たんだけど、やっぱり何かの手違いだったんだ。僕はだからすごい卑屈だね。今まで自分のことがあんま好きじゃなくて自信がない、そういう生活を送ってたんだろうな。手違いってどういうこと？シントラ社が直々にあなたを採用したのよ。私にとっては一生に一度しかないチャンスに思えるわ。じゃ採用試験自体も受けてないってことなのかな。元気出して。まあ確かにこんな大企業にね、学歴もないのに受けようと思わないか。でも僕はちゃんとした教育も受けてないし。大丈夫大丈夫、ちゃんとした教育受けててもダメなやつはたくさんいるからこの会社は大企業よ。国中の生徒を精査しているに違いないわ。きっとあなたに将来性を将来性か、いい言葉だよね。確かに確かに、そういうなんか面接とかそういうものだけでは将来性は測るっていうのは大変だし、大企業ならではのそういうなんか方法があるのかもしれないね。お、何？お、開いたよ。これで行けるようになると。チャップマンさん、エレベーターにお乗り。え、一人ずつ？身分が最も高い人から呼ばれるのだよ。分かったか？もちろんお前たちは違うな。お前たちの顔からは無教養さがにじみ出てる。お前は素のバカさが出てるけどな。クソが。もう絶対フラグだよねこれ。エレベーターに階の数字が書かれた小さなライトがついているだろ。そうだね、普通のエレベーターはついてるね。上に行けば行くほど高く評価されているということ。ああ、じゃあ9階取締役室が俺の行き先だ。ものすごい分かりやすいフラグを立てるね君は。つっ、永遠にさよならだ貧乏人ども。いやさ、回数が違くても帰るときとか行くときとかエレベーター内で会うじゃん。ランチの時間だってこの周辺で食うでしょ、絶対会うじゃんバカなフラグ立てるな。いやー、フラグ立ててからの回収が最速すぎる。2階に泊まったわね。そんなに身分の高い人じゃなかったみたいね。わかりやすいやつだね、ほな。後でコケにしてやろうぜ。てんてんてん。うん、でもケイトちゃんは結構高い階層行きそうだね。7階とか8階ぐらい行くんじゃないの？お、ヒックスさん、エレベーターにお乗りください。これあれかね、下から順番に呼ばれるってこと？わー、すごく緊張してきた。心臓が。爆弾頑張ってね、応援してるよ。健闘を祈るよ。ケイト、終わったら一緒にランチ食いに行こうね。ありがとう、ブライアン。あの、会社のことは全く調べてないけど、会社の周りのランチはすごい調べたから。ねえ、また会いましょう。よかったら、今度。ちょ、死亡フラグだけはやめてよ。コーヒーでも、そうだね。マックのコーヒーがタダになった時一緒に行こう。え、あ、もちろん。はい、ちょっと。絶対生きて帰ってきてもらいたいから。そっか、何階だろう。結構高いところまで行きそうだけど。あ、見えなくなっちゃった。あ、4階か。あんな高いところまで。きっと勉強すごく頑張ったんだろうな。まあでも新入社員が4階っていうのは結構すごいことなんだろうね。うん、とりあえず名前が呼ばれるまで待ってみよう。手紙がいたずらとかじゃないといいけど、訴えていいレベルだよ、それだったら。それで金もらおうぜ。それで就職活動の資金に当てよう。あー、ボタンとか押せないかな。待てよ。手紙をカメラに見せたらいいのかも。手紙をカメラに。めっちゃ動いてるからめっちゃ反復横跳びしないと追いつかないよ。愛を押してブリーフケースを開けられる。愛ボタン。ちょ、左手から離れてんな。お、あった。これで、で、うん。
マウスかな。マウス、マウス、使う、見る。使うでいいのかな。もしもし、監視カメラさん、ごめんなさい、映りにくいところで見せちゃって。見えますか？てんてんてん。どうだろう、音声が発せられるパターンのカメラかな。僕の名前宛てに、この手紙が届いたんです。仕事をくれるって書いてあるんです。もう就職活動したくないんです。お願いします。もしかして、何かのいたずらかな？もしもーし。てんてんてん。てんてんてん。やっぱあれだよね。音声機能がついてないカメラだ。なんて、バカなんだ。無駄足を踏んだ、みたいだ。いやいやいや、名前呼ばれるまで待てって言ってたんだからさ。待とうぜ。ていうか、名前呼ばれたってことは音声システムあんのか。そうだよね。じゃあ向こうから声は発せられると。帰るしかないの？普通ここに待つのが普通だけれど。じゃあ帰ろっか。帰って録画したアニメでも見ようぜ。結局、首都で初めて就職することにはならないみたい。家まで。長旅だな。え？一人暮らしの手続きとかしてないの？そこまだ疑心暗鬼だったから、そこまで踏み切れなかったのか。じゃあさ、もしここで分かったら、郊外から通うつもりだったのかな、しばらくは。めっちゃ大変じゃん。てんてんてん。何この BGM。 ちゃんと BGM 流してくれる会社なんだ。ボタンは押せない。入るしかないか。呼ばれたってことでいいんだよね。なんで奥にボタンがあんだよ。手前につけろよお前。もしエレベーターで満席だったらどうすんだよ。すいません押してくださいみたいなこと頼まなきゃいけないじゃん。何階だ。あいつよりは上だよね。OKOK。 3階。これ2階か。まだ012だもんね。で4階か。まさか最上階ではないよね。いきなり新入社員、そんなことになるはずが。揺れています。管理局の人たっ、なんか今上から降ってこなかった。おい、ヤピー最高。タイトルの出し方が斬新すぎる。ちょっとエレベーター内にあんなネオンつけないでよ。経費の無駄だよ。電気代の無駄。ちょっと考えが開いた。やっぱり最上階だ。最上階、何かの間違いだよね。とりあえずちょっとセーブしとこうぜ。セーブ取れた。はい、すいません。じゃあ行ってみるか。あー、ドキドキする。ボタン押せないよね。ボタン押せない。失礼します。なんか、え、なんで違う、引きずられたような。あー、勝手に閉まっちゃって。なんでボーリング大会が開かれそうなのこれ。怖い怖い怖い。え、開かない。エレベーターが動かない。ちょっと待って、もしかしてこれ殺人事件の犯人に仕立て上げられてるとか、そんなことじゃないよね。こっちはドアがあるけど鍵がかかっている。普通内側に鍵さ、なんかさ、開け閉めできるさ、あれあるじゃん。なんで外側につけてんだよ。セキュリティガバガバかよ。超怖い。ちょっとホラーゲームじゃないよねこれ。そんなの聞いてないよ。社畜を楽しめるって聞いたのに。うわ、ここでなんか殺された跡あんじゃん。モダンアート。高価な花瓶だけど赤い。だって目悪いの君。まあ、メガネかけてるからそうだよね。赤いペンキだと思いたいけど、あちこちにペンキが塗られている。ここで倒れ込んで、自分でなんかさ、まだ息があって、引きずってあっちに行ったのかな。リモコンだ。でも動かない。電池が2本必要だ。きっとあれだよ。汁が漏れちゃうから抜いたんだよ。最近の電池はそういうことないが。大きさが違うピラミッドだ。何か芸術的な意味があるのかな。芸術って難しいもんね。こっちは丸だよ。丸三角。なんかあんのかな。普通の球体に見えるけど、モダンアートにはよくわからない。これなんか机みたいな、これ社長室、取締役室、なんか、キルザ・ウィッチ、魔女を殺す。何、裏切り者がいるとかそういうこと？契約書みたい。私、ブライアン・パサナックは、シントラ社からの仕事の申し出を受け入れ、ブライアンの契約書ってことだよね。ることを表明する。勝手に？付属文書にある通り。私には日給1万クレジット。1円いくらぐらいなんだろうね。多分1クレジット10円ぐらい。そうすると10万円日給。月だと300万。それは破格。さらに業績賞与と生活手当が支給され、私は A 階級に昇格。いいことづくめじゃん。1日1万クレジット。これはかなりの代金だぞ。かなりっていうぐらいだから300万じゃ高すぎるか。でも1円1クレジットだったら30万でしょ。まあ、新卒にしては高い方だけど、じゃあ 5クレジットぐらいなのかな。 1クレジット5円ぐらいかな。ちょっと待って、何かのいたずらかも。付属文書を読んでみよう。現在施行されている法律のあらかじめ決められた規範に従い、求職者はシントラ社の分類システムと一致する専門的サービスを提供することに同意する。何それ、専門的サービス。規定された支給額を受け取ることで
契約が解除されるまで本人がこの書類にある全ての付随条項を承認したこととみなす。契約は労働者の意向や労働組合の要求で延長可能である。契約の条件を受け入れることにより契約者は第1138条に従い個人の全部あるいは一部の特権を放棄する代わりに社会的地位を高めることができる。つまりはその契約期間内はもう馬車馬のごとく働かされるみたいな、人権がなくなるみたいな、そういうこと、どういうことなのかよくわからない。契約書、いや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 、だってね、契約書勝手に見たのも怒られちゃうし、勝手にサインしたら怒られちゃうじゃん。仮にね、仮にここにこの椅子に誰か座ってて契約しますかって言われてもさすがにちょっと怖いもんね。質問したいし、誰か来るまで待とう。それが一番いいと思う。嫌な予感がする。サインしない方がいい。そうです、それが常識だよ。でも初めての仕事でこんなに大きな会社で働けて、こんなにクレジットもう、だから甘い蜜をね吸わせようとしてるんだって、ブラック企業は。ああ、とりあえず誰か来るまで待つのが一番いいと思うよ。うん、サインをしない方がいいと思う。嫌な予感がする。サインをしない方がいい、うん、そうだね。後ろのあれ、このなんかザーってなってる、何これ、モニターなの？モニターを背後にやってるってことか。かっこいいな。魔女を殺せ、ん、これが大都市の気候ってやつだよね。シントラ社はとても大きな会社、そういうこと、都会ではこういうのが流行ってると思ってるってことか。この絵の価値なんてわからないけど、血で描かれた、え、きっと牛の血で描かれた。なんで牛の血、こうか、あれかね、牛の血はそのなんか乾いたら黒くならないとか、だから高級とか、そういうことなのかな、効果なんだろう。ちょっとそういう知識がないからわかんないけれど、じゃあとりあえずさ、誰か呼んでみる。他の階層になる人いるだろうし、この階には誰もいないってこと。普通なんかね、取締役だから秘書とかもいそうだけれど、押せる？あ、広いと広いと、いけんじゃん。お、で、すいません、また僕なんですが、たびたびすいません。検討した結果辞退することにしました。大変申し訳ございません。ギリギリなんですけれど、いけるかわからない。てんてんてん、やっぱ喋ってくんないか。うん、ボタンは、あ、押せる。10階があって9階はパランだ。あ、いけない。実は4階ならいけると思う。あ、全部いけなそう。3階、あ、いけないね。非常ベル、ピッピッ、誰か助けてください。管理局の人、ダメだ。1階、0階、あ、いけた。0階ってさっき言ったところだね。誰もいなくなってる。じゃこっちから階段で上がるってこと。開かない、無理やり開けるわけにもいかないしね。じゃあ帰るしかないってことかな。嘘でしょ、仕事を受けてそうだね、やっぱ俺には会社は無理だったんだよ。やっぱ働かずに毎日毎日親のすねをかじって、お母さんもスーツ買ってくるぐらいだから子には甘いだろうし、それで汁を吸って生きていこう、それがいいよ。てんてんてん、あ、なんか出てきた。エンディング、家に帰った方がいい。この仕事には向いてないと思う。働く前から、ああ、こうしてまた日本に一人ニートが生まれたわけか。日本は平和だなあ、日本じゃないか、どっかわかんないけど、こうしてまたね、自宅警備員が増えたわけだ。終わったはい、というわけでヤッピーサイコを見事クリアすることができました。ありがとうございました。やはり人というのは現実世界ではさ、逃げ出せないじゃん。いくら会社でも辞めたくても辞められない。でもゲームの中だったらこういうこともできるんだね。なんかすごいストレス発散になったはい、これから私は毎日、お昼にはいいともを見て、いいともを見ながらね、せんべいをかじりながら日々過ごしていきたいと思います。あ、いいとも終わったんだっけ、今昼なんですか、昼なんですでも見ながら、日々過ごしていきたいと思いますじゃあとりあえずは多分これエンディング何個もあるんだろうね。エンディングの一つということで、ニートエンドで終わりました。次回はじゃあ今度こそね、頑張って働きましょう。やっぱりお母さんに心配かけるわけにはいかないので、頑張って働いて、たくさんお金を稼ぎたいと思います。給料だけはいいみたいだからね、頑張って稼ぎます。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。